それではファイターズが勝った試合振り返っていきましょう。ファイターズの先発は加藤貴之、初回ツーアウトランナー二塁三塁、ピンチを迎えます。バッター5番の栗原、このショートの当たり、これがタイムリー内野安打となりました。まあ、強い当たりでしたね。あの変則のバウンド、ちょっと予測不能でしたね。でもね、加藤が初回1点を失うという形になりました。2回です。今日1軍に昇格した加藤の1軍初打席、いきなりヒットが出ました。これでだいぶ本人も落ち着いたんじゃないですかね。そうでしょうね。そして初ヒットのボール、新庄監督が受け取りました。さあ、その後ワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げて9番の水野、このバッティングいかがでしたか。いや、だから執念を感じるというかね、あの守備はヒットなんだけども自分のエラーだと、それを取り返すんだっていう気持ちがね、やっぱ全面的に出てましたね。そうですね。水野のそのタイムリーのコメントにもありました。さあ、そしてこの3回の万波中正、勝ち越しのツーランホームラン、ものすごい打球スピードでした。レフト一歩も動かず、あの低い打球で。そうですね、リーグトップタイの第8号となりました。今日は清宮先輩の誕生日でもあります。そしてさらにこので中押しのツーラン、マルティネス、これ大きかったですね。もう中押しというよりもダメ押し、マルティネスはかなりの飛距離ホームラン飛ばしました。さあ、そして6回の加藤です。最後は野村大臣を空振りの三振で、今日は6回95球1失点と。今日も試合作りましたね。いや立派です、立派です、本当立派です。そして8回にはファイターズ3番手の宮西、ワンアウトランナー1塁から近藤に対してフォアボールを与えます。この悔しそうな表情、近藤が歩いて2アウトランナー2塁1塁、ここを野村大樹、この最高の一球、気合い入ってましたね。素晴らしい、本当に素晴らしいの一言です。これで通算390ホールドとなりました、宮西です。10、あと10ですね。そして9回の表、ファイターズ4番手玉井がマウンドに、ピンチは作りましたが中村晃を 6-4-3 のダブルプレー。これ田中正義投手出さなかったの、まあ作ってはいましたけど、これ非常に大きいです。だから明日からね、こう西武シチュエーションで3連勝、楽天とした場合投げてくれますよ、これは。そうですね、これ非常に大きかったですね。おお、加藤貴之投手と万波選手、この2人ですね。まあ、マルティネス選手もぜひ3人でもよかったんじゃないですか。2人ということですね。さあ、2人がお立ち台に上がりました。さあ、まずは加藤投手のヒーローインタビューです。お聞きいただきましょう。ファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事4勝目を挙げた加藤貴之投手、そして決勝のホームラン万波中正選手です。まずは加藤投手からお話を聞きます。4勝目を挙げて今どんなお気持ちでいらっしゃいますか。そうですね、本当もっと長いイニングを投げたかったんですけど、ちょっと球数が多くなってしまったんで、
はい、まあ、嬉しいですけど、はい、ちょっと悔しいですね。チームは一昨日と昨日悔しい思いをした中での今日のゲームだったと思います。どんな思いでマウンドに上がりました？もう僕がやることは変わらないんで、はい、どんどんバッターに向かっていくことを意識して、はい、投げました。先制点こそ与えましたけれども、その後はやはり加藤投手らしいピッチングだなとファンの方も思ったかと思うんですけど、ご自身ではどうだったんでしょうか？もう本当トライさんのおかげでもありますし、本当に野手にいいプレーもあったんで、はい、そこは感謝しています。そして隣にいらっしゃる万波中正選手のあのホームランはどんなお気持ちで見ていたんでしょうか？そうですね、まあ、本当交流戦が始まって今バッティング練習してるんで、本当いい参考になるなと思って、はい、見ました。そして5月は3勝負けなし、さらにはエスコンフィールドでも見事3連勝となりました。改めてこのファンの皆さん、この雰囲気の中で投げるお気持ちっていうのはどんな感じなんでしょうか？まあ、どの球場も変わらないですけど、はい、でもホームなんで、はい、いいかなと思います。あと加藤投手のことをよく見ているファンの方の中では、髪色が若干変化した部分もあるのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりはどんなお気持ちの変化などあったんでしょうか？でも本当記事通り、本当にあのお任せでやってるんで、はい、僕好みじゃないです、はい、お任せでやってるんで、はい、まあ、お似合いかと思うんですが、さあ次登板は交流戦になるかと思います。バッティングの部分も先ほどお話ありましたが、どんなピッチング、そしてどんなバッティングをセリーグ相手に見せたいのか意気込み聞かせてください。そうです、まあ、本当まずはピッチングで集中して、まあ、バッティングはもう、はい、何もしないと思うんで、はい、ピッチング頑張ります。ありがとうございました。次の登板も期待しています。まずは加藤貴之投手でした。続きまして決勝ホームラン、万波中正選手です。ありがとうございます。3回のあの場面、どんな狙いを持ってバッターボックス向かったんでしょうか？まあ、J が2アウトから出てくれたので、まあ、ランナー1塁ということもありましたし、まあ、とにかく長打打って、まあ、なんとかランナー返そうという気持ちでいきました。インコースのボール、うまく捉えられたんじゃないですか？はい、本当にもう最高の結果になってくれて、とても嬉しく思います。隣にいらっしゃる加藤投手にも非常に素晴らしい援護になりましたね。いや、本当毎試合こう、まあ、点を与えずに、まあ、与えても最少失点でっていうピッチング、まあ、してくださってるので、まあ、勝ち越せば本当加藤さんが抑えてくれると信じて、はい、打席に立ちました。そして今日のホームランが8本目、なんとパリーグホームランランキングのトップタイに躍り出ました。ありがとうございます。今のこの現状というのはご自身ではどう捉えていらっしゃいますか？いや、もう非常に、嬉しく思いますし、まあ、ここから先、シーズン通して、まあ、こうホームランを打点を争っていけるように頑張りたいなと思います。まだまだ序盤ですが、どのくらいまで伸ばしたいなという明確なものはありますか？まあ、打てるだけ打ちたいですけど、やっぱり30本、そこは目指して頑張ります。このヒーローインタビューでは万波選手は桜になぞらえていろいろなお話をしてくださいました。あの、北海道は桜の季節終わりましたが、ライラックが咲いて新緑の時期を迎えています。これからファイターズ、万波選手はどんな季節作ってくれますか？そうですね、そうだな、まあ、でも本当こうなんだ、植物のことがあんま分かんないですけど、まあ、本当
まあ、本当今日も朝から暑かったですし、まあ、気温もかなり上がってきたので、まあ、暑さに負けないより熱い応援をご声援お願いします。さあ伏見さんからもお話ありましたが、明日からは3試合仙台でのゲームになります。その後はまた交流戦エスコンに戻ってきます。ここからの戦いに向けてぜひ決意表明をお願いいたします。まあ、さらに、上位優勝を目指していくために本当に、勝ち越しだったり、一個一個の勝ちの積み重ねだと思うので、まあ、本当毎試合丁寧に戦っていきたいなと思います。今日は本当にナイスバッティングでした。ありがとうございました。今日のヒーローは加藤貴之投手、そして万波中正選手のお二人でした。ありがとうございました。今日先発の加藤貴之投手、そして万波中正選手、二人のインタビュー、もう二人ともこうインタビューは非常に上手ですね。上手だねちょっと万波選手がちょっと大人っぽくなってきたかなっていうのはちょっと。ああ、そうですか。まあ、大人のファイターズナイトということもあるんでしょうかね。ああ、意識してんのかなね。いや、でも加藤投手はやっぱちょっと言葉のチョイスにユーモアを感じますよね。うん、そうですね。まあ、加藤投手はこれで4勝目ということで。いや、これ月間 MVP 見えたんじゃないですか。そうですね。3勝0敗でしょ。はい。1完封の失点1しかないでしょ。そうですね。1しかないでしょ。